あなたの兄様、ゆり子様。本日もポチッとありがとうございます。そして今日も家事、育児、お仕事、皆さんお疲れ様でございます。はい、ということで本日はですね、私の妊娠中、そして出産の体重についてお話ししていきたいと思います。結構質問で、体重何キロ増えましたかとか、産後ダイエットされましたかとか、たくさんたくさんコメントをいただけるので、この動画でお話しできたらと思います。ビビちゃんは今日はちょっとグズグズなんだよね。でも1時ぐらいなんですけども、午前中からお昼まではずっとグズグズガールなので、ちょっとお散歩をしたいと思います。そんでね、見て、ファンの人からこれいただいたの、可愛くない？ごめん、うちめちゃめちゃ。ちなみにさ、ミルクはいる？さっき飲んでたやつなんだけど。ちょっとまだ小腹が空いてたみたいなので、ミルクを少しあげてから散歩に行きたいと思います。よいしょ。頑張れゲップ、頑張れ。ナイスゲップ。ナイスだね。お散歩行くときはいつもこれ、ミニちゃんのおくるみ、ファンの方からいただいたんですけど、これすごいの、これ足までついてるから、こう足が出ちゃって寒いってことがないのよね。ちょっとごめんね。よいしょ。これに包んでから、まだ昼だから、昼のうちに、夜だとねやっぱまだ寒いから、よいしょ、足を入れて、はい、 OK、 よいしょ。こんな感じで、可愛くない？足こんな感じです。可愛いでしょ。サンリオとディズニーのコラボレーション、夢の国、こんにちは。よし、 OK、 じゃあ行ってきます。お出かけ。ちょっと風が吹いてるから心配だけど、ということで、ここで喋りたいと思います。いいね、たまにはちょっとカフェオレとかが欲しいけどね。私さ、体重さ増えるのめっちゃ嫌だってさ言ってたじゃないですか、当初はね。で、まあ確かに体重増えるの本当に嫌で、気をつけてはいたけど、別にダイエットも。どうしたどうした。ちょっと今日はぐずるね。出産後痩せればいいやって思うのはすごく嫌だったので、ダイエットってめっちゃ大変じゃないですか。だからそれはやめてて、ちゃんと意識的には気をつけるって感じの日々を過ごしてて。ダメだ、一周するか。やっと寝た。やばい、これ最初に測り始めたのが4月23日で、多分この日が2回目とかの検診だったんじゃないかな。病院に行って測ったら体重を測るって感じだったんだけど、なんか先生から体重計買った方がいいよっておっしゃっていただいて、まあ、これからのために、で赤ちゃん生まれても赤ちゃんと一緒に乗って自分の体重引けばいいからって言われてて、で体重計を買って毎日測るようにしたので、毎日さ体重計測るとさ、ちょっとさストレスにもなるじゃん。で水飲んだだけでさやっぱ体重って重くなるからさ嫌だったんだけど、毎日測ってた。うちのお母さんが8キロ太ったから8キロ目標だったんですけど、1ヶ月に1キロが最高ならいいなっていう目標でやってたんですけど、まあ、1ヶ月に2キロ太る時とかあって、1ヶ月に2キロ太ったら次の月でめっちゃ
かちょっと意識するみたいな、でも食べないダイエットはしないみたいな、食生活を改善するっていうのを努力してて、気をつけたことは食べないとかじゃなくて、夜遅くに食べないと、菓子を食べない、ジャンクフードをやめるとか、そういう感じで一切食べないとかはやっぱ赤ちゃんに影響が出ちゃうからやめてました。だけどもだけど、妊娠高血圧症候群になっちゃって、1ヶ月に4キロ太ったんだよね確か。1ヶ月に4キロ、10月の2日で58キロだったんだけど、26日で62キロになってるから、4キロ、やば、1ヶ月で4キロ、やばい、これがもう高血圧症候群の特徴らしい。でもさ、なんか臨月ってさ、空気吸うだけで太るとか言われるんですよ。だから全然普通だと思ってて、そんなに、でもそんなに本当に食べたつもりはなかったんですよ。まあ、めっちゃ爆食いしちゃったなっていうことも全然なく、なんで4キロも太ってんだろうって感じだったのも、妊娠高血圧症候群の怖いところで、合計何キロだ、62-51 11キロ、やばい、10キロとかやってたけど11キロ太ってる。だけどここからなんですよ、面白いところが。と月10日で11キロ太って、出産したのが10月27なんですけど、次に体重を測ったのが11月の1日で、62キロから56キロに減ってんの。すごくない？6キロも痩せてる。で、1週間半とかで体重が戻った。だからってことはさ、もうほぼむくみなんですよ。すごくない？と月10日かけて赤ちゃんと共に、栄養と共に大きくなっていって、出産後2週間余りでマイナス11キロ。不思議。だからそんなに気にしなくていいのかなって思います本当に。私はめちゃくちゃ気にしてたんですけど、でもそれを過信して、まあ痩せるだろう、勝手に痩せるだろうって思ってたらちょっとダメだから微妙なんですけど、このグラフが株の暴落がすごい。はい、ということで帰ってきました。ただいま。ビビタンはちょっと今やっぱり帰ってきたら起きちゃってぐずってますということで、まあ、体重に関しては全部トータルで出産するまでは11キロも太っていて、産後2週間でマイナス11キロ元の体重に戻る、むしろそれよりマイナス1キロ痩せているので、まあ、前後することはあるんですけど、まあ、出産前に戻ったっていう形でした。特別なダイエットはしてなかったんですけど、食べ過ぎたりお菓子ばっかり食べたりジャンクフード毎日食べたりっていうのをしちゃっても、次の月には調節したりとかして、意識はずーっと月動画の間してたので、もしね、今妊娠中の方とか、そんなに太りたくない、そして戻したいって方は食べ過ぎちゃっても大丈夫だと思うので、その次の月とか次の日とかでちょっと調節したりとかするといいと思います。はい、ということで娘ちゃんに呼ばれていますので、また寝かしつけ頑張りたいと思います。皆さんまたねー。